この動画ではペルソナ3のネタバレを含みます。ご注意ください。今動画では作中で明かされなかった小ネタというか設定について10個紹介していきます。小ネタ1、シャドウへの攻撃は、ペルソナの攻撃以外無効だと言われているが。高谷はシャドウに実銃を放っている。なお、シーズの持っている武器は全て霧状性であるため、シャドウにも有効である。ジンの手榴弾は自作だったりするぜ。小ネタに、街に現れたイレギュラーなシャドウを倒そうとした結果、新垣はペルソナを暴走させ、あまたの母は辞めてしまうが、そのシャドウは、あまたの母から生まれたものである。もし到着が遅ければ、死んでいたのはあまた剣であった。まあこれは、あくまで漫画版での設定だぜ。小ネタさん、霧城家の SP 兼スーパーメイドである才川菊乃は、元被験者である。なお、才川菊乃は本編には登場しないものの、ドラマ CD や P4U にて登場する。小ネタ4、霧城星の指輪をはめると、影時間を体験することができる。この指輪の特徴として、指輪をはめると影時間に適性を持ち、外すと象徴化はするものの、記憶は保持される。しかし、自身がつけていた指輪を壊すと、影時間に関する記憶は全て忘れる。ストレガと違って、体をいじられたわけじゃないから、デメリットがほとんどないぜ。強いて言うなら、ペルソナを出すことができないくらいだぜ。小ネタ5、影時間外でもペルソナ使いたちは、ペルソナを出そうと思えば、出せる。ドラマ CD なんかでも日中に平然とペルソナを出してるぜ。小ネタ6、小説、終わりのかけら、にて、真田から。ミツル、俺はあと、どれだけのシャドウを倒せばいい？どれだけのシャドウを倒せば、こんなことがなくなるんだ。答えてくれ、ミツル。と中の人と関連がある某ガンダムネタが使用されている。小ネタ7、ミツルの卒業とともに、岩戸大分量は役目を終え閉鎖され、五郎丸含めシーズは離れ離れとなる。しかし粋な計らいから、岩戸大分量は、一般寮にリフォームされ、五郎丸は天田と一緒に住むことになる。ビフォーユーで五郎丸が着ている服は、天田が小学生時代に使っていたパーカーをリメイクしたものだぜ。小ネタ8、アイビスは、動物の言葉が理解できるが、この能力は、五色24番が持っていた特性であり、受け継がれたものである。ラビリスも最初は持っていなかったが、24番の情報をインプットした際に理解できるようになった。小ネタ9、ストレガたち失敗した人工ペルソナ使いたちは、体のどこかにあざができる。高谷の場合は腕にあるが、上からタプーをしている。右腕には蛇とハートに剣と鎖、左上には獣悪魔と炎と鉄球が彩られている。千鳥の場合は、背中に羽をもがれた天使のあざがある。リマちゃん、小ネタ10、ストレガの3人の本名は、高谷が、坂木高谷、陣は、白戸陣、千鳥は、吉野千鳥、である。以上が小ネタ10選になります。他にも紹介しきれていない小ネタ等がありますので、また動画にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。